どうも、賃貸の正木の内田です。本日は木津川市国見台にやってきました。こちらアンフィニのご紹介です。早速中へどうぞ。こちらです。まずこちらが玄関スペースとなっております。下駄箱の方はですね、上下に十分ございますので、靴の収納に困るっていうことはないと思います。それではですね、隣ですね、 LDK のご紹介です。こちらですね、ほんと奥に広い、大きな LDK となっております。リビングのスペースも十分に取れますので、ソファーなど置いていただいて、ご家族でゆったりとくつろいでいただきます。そしてですね、奥様見逃せないのがこちらのキッチンとなっております。オーソドックスのオープンタイプでですね、上下に収納もきっちりとございます。そしてですね、こちら、調理スペースとなっております。調理ですスペースの横はこのようにお好みの、コンロを置いていただける、そんな形となっております。冷蔵庫が出たこの辺ですかね、置いていただければコンセントもございます。それでは奥の、隣のですね、和室をご紹介させていただきます。はい、こちらが和室6畳です。表側が終わってますのでね、なかなか、映像では伝わらないんですけど、畳のこう何とも言えないいい香りがしておりますので、ぜひ内覧時にご確認ください。そしてこちらが収納となっております。オーソドックスな一軒の、収納となっております。奥行き結構高さ十分ありますので、お布団などを入れていただきます。それではですね、水回りのご紹介です。どうぞ。はい、こちらが、洗面所となっております。人気の、シャワータイプの洗面台ですね。横はですね、室内の洗濯機置き場、この辺はですね、定番となっているところなので、きっちりと押さえているところがこの物件のいいところなんですよね。そしてお風呂です。白を基調とした清潔感のあるお風呂です。シャワーももちろんついてますので、1日の疲れをしっかりと癒していただきます。はい、それでは奥の様子をご紹介させていただく、その前にお手洗いです。ウォシュレット付きとなっております。はい、こちらがですね、こちら 2LDK ですので、最後の様子となります。かなり広めですし、床の方もですね、今日シックな色でリフォームされていますので、落ち着きのある様子となっております。収納の方もですね、かなり大きなクローゼットがついてます。幅もですね、高さも奥行きも十分ですね。コートなど長いものも、かけていただけます。それではですね、こちらのお部屋の詳しい条件とはですね、奈良のおもてなし奈良心賃貸のまさきホームページをご参照ください。はい、そんな感じで本日は木津川市国見台でございます。アンフィニのご紹介でした。また見てね。